はい。はい。旅。バタバタですね、なんか。年末感ありますね。うん、バタバタしてます、なんか。ラーメン食べてまーす、うん。今日のトークテーマは、はい。タラシさんが食べたラーメンの話。うん、このラーメン食べながらね。なんかちょっと前に上がってると思うんですけど、たかし昼飯何食べる旅みたいな、はいはいはい、それで、うん、食べたラーメンがえぐかったみたいな、うまかったよ。ちょっとこのラーメンもね、うん、きっと美味しそうなんで、ちょっとこっちに一口いただいてからいいですか、うん、これセブンさんのすみれさんのやつですね、うん、味噌ラーメンもう結構あるよね、ずっと、うん、これうまいんだよ、この味噌が。すみれ、すみれさん、すみれ行ったことあったっけ、ないの。うん、うん、うまい、うまっ。じゃあコンビニでこれやっぱすげえな、これは強い、強すぎ、強すぎ。コンビニでこのクオリティはうまっ。だってケイさん、え、コンビニでこのクオリティはすごいって。麺がうまい、マジこのクリティがすごい。うん。全然聞いてないやつ。うん。いや、いい匂いだね。うん。俺実は味噌結構好きなんだよね、味噌ラーメン。味噌ラーメン結構好き。味噌美味しいよね。うん、味噌ラーメン好き。何やってんの？おすすめ味噌ラーメン、じゃあ うん、この今度紹介してあげるんで、なんかどうでか言ってください、絶対に、うん、強制動画でね、紹介するから絶対に言ってください、ね、強制、それはそうですね、紹介してもらうんだからね、そうね、すんげえ嫌な紹介の仕方だ。行かないと、行かないと、そりゃ俺のメンツも立たないよね、メンツとか別にそんな何かかけてまでよいしょ、肉まーん、珍しい、珍しい2人が、それ何、肉まん、これカレーパン、うーわ、やっぱね、カレーパンの誘惑に勝てないんだよ、そこは。うまそう、大入り肉まん、あー、俺普通にしちゃったんだ。豚まんじゃない、あ、肉まんだったな、前豚まんだ、大入り豚まん、大きいの、ガチで美味しいよね、ゴロゴロ入ってるやつね、そうそう、うまいよね、セブンの。どう違う、あんま肉まん全然違う、比べてみるか、あんの感じを。あ、めっちゃでかいじゃん、肉の、うん、こっちちっちゃいの、うんうん、うん、ちっちゃい、そうな、うん、昔豚まんは塩味みたいな噂あったけど、どうなんだろうね、え、何それ、豚まんって名前は塩味、え、肉まんは醤油味、タレ、タレみたいな、えー、わかんない、デマかもしんない、デマ説ね、デマ説、うん、まあ、マジどうだったんですか、すごい美味しかった、恵比寿の、めちゃくちゃうまかった。嘘。何ラーメンやねん、あごだしラーメン。あごだしって知ってる？そう、高橋さん。俺でも一回新宿、新宿あるかな？新宿行った記憶があるの。他にも店舗あるんだ。なんか前言ってたね、この間。あごだし醤油ってこと？違う違う。何？塩じゃない？うん。塩。で、あごだしって、うん、あごって。よく言うじゃん。なんかたまに聞くじゃん、あごだしやって、なんかあごだしのラーメン、あごものまねは聞くよね、あの、平卓ちゃんのさ、いやいや、ここだけないですね、それと一緒、それと一緒なわけないじゃん、あ、おいしいっつってこれやってくる、あごだしって聞いたことないよ、聞いたことあるでしょ、あごだし鍋、あごキングさん、あごキングさんはさすがさんの間だね、フリットチャンネルのめっちゃいい人、あごさんね、あごさん、違う違う違う、あごさんじゃないよ、トビウオのだしのことをあごだしって言うんだって、へぇ、トビウオ、理由を、うん、魚介じゃない、魚介とは違う、全然違う、全然、そうなんだ、まずお店入るじゃん、うん、注文します、うん、いいっつって、うん、俺いろいろ悩んだんだけど、うん、普通のそのあごだしラーメンの大盛りにしたの、お腹もすいたから、うん、でもその横にね、うん、いや米ライス、うん、好きってよくあるじゃん、ラーメン、うん、じゃなくて、もうお茶漬け、うん、用米、あと2連打、そう、うん、だから出汁がもうフルマックスで多分ベッドしてるから、うんうん、もう出汁のラーメンって感じ、
で、その出汁汁で、要は最終的にスープが言ったらもう出汁汁、すごい出汁効いてるから、うん、それでお茶漬け食ってくださいよみたいな感じで、そのぐらい出汁をしてた、うん、で俺それにすればよかったって本当に後悔してた。後から頼まれそうじゃない。でもだって大盛りでお腹いっぱいにちって、うわうわマジにすか。いや本当に本当に後悔してる。あれは絶対米がいいと思う。で、まず入るじゃん。で、ピッてやって出す、うん、そしたらまず、おチョコ、うん、日本酒飲むおチョコ、うん、おい、出されてるね、いきなり、え、日本酒って思ったら、うん、これ当店の出汁なんだよ、ぜひすごっ、出汁で勝負してんのよ、マジで本気じゃんの、それって。いや、え、そんなことあんだって思って。出汁で勝負してんだ。もう、もう、あ、でも、いただきますって飲んだら、うん、むちゃくちゃうまい。もう出汁汁、ただの出汁汁なんだけど、うん、まあ要はイメージすると白出汁、うん、醤油じゃなくて本当にだから塩の出汁汁、うんうんうん、むちゃくちゃうまい。もうそれだけがもうめっちゃうまかった。あれだけで、それだけがうまい。あれだけでラーメンまずうって、あれうまいのにラーメンまずうってそんなことはない、そんなことはない。で、ラーメンももちろん美味しかったですよ。もう出汁がすごかった。だから普通魚介とはまた違うんだよな。もうカツオとも違うし、じゃあ何？魚介系のあのつけ麺の出汁のともまた違うし、本当だから、あ、アゴ出汁ってこういう出汁のことなんだっていう感じ。アゴ出汁、改革が起きたね。改革が起きた。革命、アゴ出汁革命。アゴ出汁革命。アゴ革命。アゴ革命。アゴ革命。プリットさんだね。それこそ。わかんない。食べたことないかも。俺らも家系とか焼いたいの作って。どうぞっておちょこで家系のスープ。いやいや、食ってる人はこんなんで出さんでくれよ、それで当店の自慢のスープ。いやいやいや、いや出さないでよ。スープにする前の8倍の濃さになっております。こう、これも家系の8倍こう。いやいや、飲んでいて飲めないよ、もうそんな濃かったら。家系の8倍濃かった。美味しかったんだ。みんなご飯やってた。あのね、まあまあ仕切りっていうか、メニューでこう仕切りかかったから、あんまちょっと見れなかったんだよね。あ、でもまああんじゃない、やっぱ。やっぱご飯頼みそうだね。いや、米頼んだけどって、あれ絶対スープに米入れたら、最高にうまいお茶漬けな感じになって。で、スープも塩なんだけど、いやもう、透き通ってないタイプの塩なんだよ。だから多分だしで。だしで透き通ってないって感じ。透き通ってない塩。そう。味噌だ、ほぼ味噌。もうほんとでも見た目こんな色よ。うーん、びっくりした。味は違う。塩、塩味、はあ、もうわかんない。でもあれって塩味って言われなきゃ俺塩とは思わないっていうぐらい、なんかあれじゃん、塩と醤油と豚骨醤油ってむずいじゃん、結構マジで。ああそうそう、そんな感じだから、もうなんか確立された塩ラーメンって感じだった。ほんとめっちゃあっさりっていうかは、もうだし、だしって感じ。だしで濃く感じる。なんて言ったら、こってりじゃないんだけど、あっさりではない。だしって飲んだ瞬間、香りがあれだけ。あごだしラーメンちょっと食ってみてほしいわ。あれ食ったことないな。ねえ、行きたいな、うん、今が行こうよ。本当はこそう今は行く。食っちゃってる俺。うわ、この焼きあご塩ラーメンとお茶漬けセットでしょ、うん、絶対それだった。特製にもしなかったの。特製にもしなかった。特製は何が入ってるの。なんかチャーシューとか、いろんな3種のチャーシューが乗ってる。そう、いいじゃん。で、チャーシューもなんかさ、なんか鶏、あ、鶏だっけな、あれ、これね、これ特製。うん、そうそうそう、なんかね、あのレアっぽいやつ。レアっぽいチャーシューとかさ、へぇ、特製ラーメンに茶漬けセットだな。いや、食えるそんな。正解。うわ、つけ麺もうまそう。そうなの、悩んだんだよね。うわ、うまそう。麺がすごいきらびやかだね。うわ、背脂ってやつもあるよ、醤油ラーメン。あ、それもあった。これまあ全部店舗なんでかわかんないけどね、こんなの、はい、はいはいはい、美味しそうね。すごい、ね、僕、たかしですけどみたいに言ったの。たかしさんに言うわけない。一文字違いですねっていう会話はない。ないだしに対して、これだしですって言ったから、俺たかしですやばいだ、そいつ。だしとは荷物字違いですねみたいな。点々取って書いてたらたかしですって。キモそいつだ、そんな。やばいやつ来たってなるでしょ。やば客来たってなるよね。いや、うまかったな。気に入った人にしか出してくれないの、そのだしは。いや、多分全員出してる。あ、そうか。なんでそれ一元で気に入ってくれないの。何もしないのに。
やっぱ名前言ったんじゃないかな。だから、あいつも違いだから出そうと思ってたんだね。無意識に、うん、高橋だと 2杯ね。2杯2位おちょこくんだ。2位おちょこくんもうな、えぇ、ー、ってなんだよ。いきなり2位来たら。え、で、新宿にもあった。新宿もあった。なんだ、行ったことあるか。新宿とエビシがするな。へぇ、もっとあるんじゃん。いっぱいあるんだ。上の、あ、いっぱい、銀座、あ、歌舞伎町、恵比寿、結構都内で展開してんだ。いいとこにあるね。鎌倉の大船にもあるから、ケイさんも行けんじゃん。鎌倉の大船だったら都内で行ける。鎌倉住んでた時でも遠いよ。大船は本当だよ。大船あるから行けんじゃん。銀座もあるからね、行けんね、ケイさん。まあ、別に銀座、何なんすか、銀座から近い設定、何なのだし、六本木ヒルズだしね。よくわかんないけど、うん、いや、うまかったな。スミレ、スミレもうまいわ。コンビニでこれやっぱ最強だわ。定期的に食べちゃう、これ食べたことないな、これ、うん、でも、前のコンビニのスミレはない。味噌買ったことないな、ウルラーメン。ええー、大体豚ラーメン、まああれもうまいよね、あれ、うん、家計買っちゃう、うん、それ2日連続で買っちゃった。それはやばい。おにぎりは、おにぎり3個ね。いやあれに、まあ、最近はやってないけどね、うん、最近って言ってもここ1ヶ月はやってないってやつよ、うん、基本はでもそれが定番。あれにおにぎり3はすごくない？3はおにぎり3か、おにぎり2にパンね、3個ですね。いや変わんないよ。で、それいくと大体1300円ぐらいです。どういうパン？こういうやつ？タンパク質が取れる。あれ、お腹いっぱいなんない？あれなるよ、重いから。おにぎり2個とそのラーメン、それすごいわ。大食いよじゃん。だからコンビニで1300円とか400円します。まあまあまあ、でも昼はそんな食ってねえよ。でも昼ないから、昼コーヒーだけだから。体に悪い。誰が見ても体に悪いって分かるもん。田中みな実さん、これで実践して痩せたんだ。そうなの？田中みな実と同じことしてんだから。狂ってるよ、このダイエット法。狂気のダイエット法で、だって。でも最近気づいたのが、うん、コンビニでそれを買った方が次の日痩せてるっていう。なるほど。体重が減ってる。下手に外で食うよりってこと？まあ外で食った方がそれはまあカロリー取るのか？どんなもん食ってんの？でもそんな外で食うラーメン屋とかだよ、だって言うても。あ、まあ外のラーメンが一番あれなのかな。何食べてるんですか最近。最近、うん、結構好きなんですよね、Kさんの食の話。最近大胆だから。最近何食べてたっけな、なんかあんま覚えてないな。なんかあげてなかったっけ。もうやっぱ毎日見てるからさ、うん、ファンじゃ。でもその日なのかなとか思いながら見てるけど、毎回。まあ確かにね、タイムラグあるからね。全然違う日に。すんごいタイムラグ。全然あるからね。別にナウじゃないからね、俺。全然違うね。うん、最近何食べたっけな。なんか忘年会行ったって言ってたね。あ、忘年会行った。あ、それは何だったの？焼肉。食ってるやん。うん。カヌレ食べてる、ありがとう。何？カヌレ。おしゃれな。それはね、なんかオフィスで、オフィスの別の子が、なんか、クライアントさんがいただきました、つって、うん、食べましょうよ。あ、これがカヌレっちゅうのか、つって、なんかよくわかんない。プリンみたいな形で。なるほど。食ったことないからね。カヌレ美味しいよね。なんか、もちもちして、うん。ビリヤニ食ってんじゃん。あれ？なんそれ。これビリヤニじゃないか。わかんないね、これ。え、これケイさんだよね。ケイさんじゃない？ケイさんだよ。あれ、ケイさん。忘れてるから不安になっちゃった。12月はなんか結構な会食もいいんだ。あのご飯食べに行きましょうって言って行った。美味しかった？美味しかったよ。なんかカレー、カレーか？ビリヤニってやつじゃない？多分それ、なんか頼んだことないから。何ビリヤニって？インドの炊き込みご飯みたいなやつだな。うん、でも結構香辛料よく食って、パラパラご飯みたいなね、泣きそうになって全然食べなくて、ビリヤニ楽しみに行って、うんうん、ビリヤニ屋行ったんだけど、うん、食べたことなかったから、うん、香辛料強すぎてもう食べませんって。一口目からもう無理。切な、やば、香りがあってことだ。うん、本格的すぎたのかな。なんじゃないの。あか、それも美味しかったかも。もう日本人向けでは一切 ないような味。
いいね、カレー、インドカレーもいいな。カレーはいいよね。もう、まあ、ご飯行かないからな、あんまり。会食いっぱいしてるよ、この人。今月はね、もう12月はさ、うん、うまそう、このピザ。ピザ、ピザいたっけな。会食は行って、ケイさん何するの？あ、もう一番前じゃそんな。ああ、イタリアン行ったんだ、そうだ。イタリアンって言ってピザ屋って言うけどな。特権染まっちまったよな。変わんねえだろ。イタリアンは前からイタリアン行こうよ。言うイタリアン行こうでしょ。ピザ食おうぜだよね。スパゲティ。パスタも結局。あ、スパゲティって言ってた。いやいやいや、それはあるだろ。さすがに。結局パスタとピザが好きなんや。どっちが好き？どっちか人生で一つしか食べない。うわ、ちょっと悩むな。悩むよね。二つ欲しいもんね。二つ欲しい。結局二つ欲しいね。絶対二つ。うん。絶対行くんだから、両方。どっちだろう。じゃ決めれない。それは無理。決めれない。コンマイピザよ、でも。コンマヨ。ジャパスタ。パスタだな。ジャパスタ。コンマヨ。パスタナポリタン。うわー、ちょっとなんかチョイス。こっちは選ばしてほしい。こっちは選ばしてほしいな。別に自由になんかいろいろ。シラスのピザとシラスのパスタじゃ。え？シラスのピザと。あえて。うまいけど。こんまよピザってまあガストしか食べないけど美味しいけどね、ガストで食べる場合は。もう結局もうマルゲリータでしょ。まあ美味しい。結局一番うまいの。じゃあマルゲリータにするピザは。うわ、じゃあもうマルゲリータかもしれないな俺。あっちはなんだろうね。パスタ。パスタ。まあ、ケチャップが好きなのかな、高橋さん。トマトソース系、うん、トマトソースも好きよ。トマトソースのピ、なんかあるっけ、パスタって名前あんま思い出せないな。トマト系は一般じゃない。トマト系ソースってでもダサいからなんかあるよな、多分。名前名前がむずいよね。ボンゴレビアンコとかね。あれはで貝入ってるやつだろ。全然トマトソースじゃねえじゃん。ボンゴレピザ勝たせようとしてんじゃん。ボンゴレビアンコにして。え、ボンゴレビアンコじゃなかった。あれ貝のやつじゃないか。わかんない。それでもいいのか、トマトソースでもいいのか。いや、あれトマトソースじゃないよね。白っぽい。あれトマトのやつと比べた気がしたけど。だからサギパスタ食べてるんでしょ。サギパスタ、ペスカトーレじゃないですか。ああ、ペスカトーレじゃない。海鮮系の、海鮮系のトマト。うまいね、それは。ボンゴレビアンコ。ボンゴレって、ボンゴレビアンコ白っぽいやつだろ。だから貝だろ。アサリとか貝とかじゃない。アサリとか貝のことをボンゴレビアンコ。いや、アサリのパスタだ、めっちゃ白いやん。いやいや、何食ったんだよ。覚えてない。何食った。覚えてない。トマトパスタってなんて。トマト系ベースが一般じゃない。あるよね、うん、有名な名前。やっぱパスタクイズ今度なんかやるみたいな言ってたからやりたいね。やりたいね。パスタ出して食べて、なんて名前か当てる。むずいんだよ。高橋さん無理じゃん。だってボンゴレビアンコだと思ってんの。俺わかんないね、パスタは。名前むずくない？だって。パスタわかんないね。名前わかんない。はい。はい。ピザラジオ。ラーメンじゃなかったっけ。はい。また、ラーメン食べたら動画撮ります。はい。はい。おしまい。